川選手に、はい、はい、今日は合気道、合気道で僕が学んでいる、まあ、気の話と、まあ、姿勢の話と、はい、これね、合気道だけのメソッドじゃなくて、はい、あと僕が別に学んだものを組み合わせた、これぞ本当に合気道のものをお伝えしますので、はいはい、もう僕が一番知りたくて教えていただく、したかったことを実際に教えていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。体に上下、はい、前後、はい、左右の軸があるんです。はい、最初にお伝えするのは、あの人の心って、はい、まあ、下鼻に静まってるって言われてて、はい、丹田って言うんですか。はい、丹田って面なんですよ。はい、これはまず内臓の内臓でいうと正確に点がありまして、まあ、下腹が体の中心と言われてるんですけど。心がこう静まってるし、はい、怒ることって頭に来るというか言いますね。あと緊張してる時って 何が分かるって言いますか。緊張してる時、なんだろう、脈が上がるじゃん。あ、気が上がる、気が上がる気が上がる、はい、あとそう、これ炭酸が抜けられるものって何て言うんですか。何かが抜けられるの気泡が、気が抜けられる、言いますよね言葉として気が抜けられるって言いますよね。だから気って、はい、何かエネルギーって言います。なるほど、はい、今何気なく立ってるじゃないですか、はい、何気なく立ってる状態って、はい、何気ない状態なんですよ。なるほど、あれもよく押しますね、はい、これがこう揺れますよね、はい、揺れます、何気ない状態なんです、はい、で、じゃあ今度ここにご自身のところ触ってください、ここ、はい、パリです、あ、はい、ここ触るとこれが、はい、止まるんですよ、はい、で、話していただくと、はい、まあ、抜けると、おお、これは脳神経学的なものらしいんですね、はい、ここに左右中のバランスがあって、はい、前後は、はい、入れますね、こうやって、はい、入れます、どちらかというと尾骨触ってます、尾骨、尾骨、ここですか、はい、そこ触ると、はい、止まる、おお、バッチリ止まるんですね、本当だすごい、はい、はい、で、これが前後、はい、上下は立ってます、はい、あ、足押さえて大丈夫ですか、大丈夫ですよ、全然大丈夫です、この感じ、はい、で、この唇の上と下を触る、触るだけで、はい、はい、触ると、うーん、全然違いますね、はい、すごい、じゃあここで例えば、はい、昨日何食べました。昨日はあのアツタホーライケンの質問違います。あ、どうでした、アツタホーライケンの時のことを考えるんですか。はい、めっちゃ分かった。で、過去のこと考えてもいいですか。過去のことを考えると、はい、体も後ろから強いけど、はい、こっちが弱いんです、昔のことも考える、昔の、はい、はい、こう後ろ見なんですか、体こっちは強いでこっちは弱いですよ、はい、で未来のことを考えても先のこと、はい、まあ、今日の夜でも、はい、明日でも、はい、意識が前に向かうんで、はい、こっちは強いけどこっちは弱い、はいはい、おー、はい、これ尾骨触ってもらっていいですか。尾骨、はい、で先のこと考えてもいいですか、はい、そうするとニュートラルなんでどっちも動かないですか。おー、すごい、まあ、これ昔のこと考えてもらっても、はい、ニュートラルで動かないです、はい、でここに刺激を入れてあげるのがスイッチングっていう体操方法、はい、で片方の手先をお伝えしたお腹触っていただいて、はい、まず左右からいきます、はい、こういうふうにします、はい、これ普段からやるととてもいいと思います、はい、こちらもあります、はい、やると、はい、刺激が来るので手の足を、はい、左右がこういうところにおお、はい、で今度は前後の押さえもあって、はい、リコスグリーン、はい、でもあります、リコスグリーン、リコスグリーン、はい、そうすると、はい、前後も止まりますよ、ね、おお、はい、いや、本当にすごいですね、こんな手を押さえてもらって、ぶれないですね、はい、今度ここです、で、こうしてもらうと上下も止まるので、おお、その方によっては足がぴったりついている感じがする、あー、しますします、今、前後も上下左右にもぶれてなく立っているんですね、はい、で、さっきお伝えした前後は未来過去、左右は横目線に立った友達とか、で、上下は上下、あの上司他の関係性のメンタルとかというのもニュートラルにしてくれますよっていう点なんですね、今いい感じで止まってるんですよね、はあ、今形もいいですよね、変わってないですよね、で今形も良くなって心も静まってるんで今体も安定してますから、ね、これが揺れちゃうんですよ、おお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 おなんで手を叩いてるのって気が上がっちゃうから、もうちょっとバラバラになっちゃうから、全然本当に違いますよ、じゃあ今度立っていただいて、はい、じゃあ下から意識すればこれがここにすごい、下から意識すれば、本当だ、下から意識してれば何かでも変わらないです、これでもこれ気が上がると揺れる、ああ、びっくりしちゃった揺れちゃうんですよ、だから冷静に戦われてるっていうのはそういうところにも因果かなっていうんです、ああ、
なんかテクダウンとかのタックルのディフェンスとかいいかもしれない、うん、バランス崩されるなんか安定しそうですね。合気道的な、あの僕は何て言うのに言うと、はい、挑戦しますそうだけど、できます、はい、なんかいつまで絞っても、はい、可動シープはい、こうやって行きましたもう一回、ゆっくり可動してくださいはい、そうするとつま先まで意識も通っているんで、はい、これがまた安定する。これが僕たちの合気道になると一気に運動してますね。で、まあ、つま先まで意識を通わせると、はい、あの姿勢も安定して、はい、あの心も落ち着くに落ち着く、ね、その姿勢で戦うのがアイキック、じゃあこっち向いてもらっていいですか、はい、立ってるんです。今安定してますので、はい、じゃあ構えてもらっていいですか、はいはい、で今体は安定してるんですけど、はい、手がでも抜けてるんですよ、はい、ってことは体には気をかぶってるけど、はい、手には気がかかってない状態なんですよ。ここ下げてもらって、はい、スタートなんですか、はい、よく単純にイメージですか、指先も意識を合わせると、これが、もっと安定するわけですよ。はい。で、前に、前に向いて、はい、今止まってますね。はい、これ、結構強く押せる、押せないんですよ、これ。で、これを力入れてもいいですか、力むと力が強い方が多く、はい、力を抜いて、その意識、気を通すので、安定するんですよ。はい。じゃあ、押してもらっていいですか。はい、押します。はい、っていう感じです。全然押せないですね。で、僕は片足でも買わない。全然結構押しますけどね。すげえ新生の中のが僕の相手。片足でも、すごい。そうです。で、これも結局押されても、はい、肩の力入れももちろん押されちゃうし、姿勢になっちゃうんですけど、はい、力抜いて姿勢でこう、はい、押しされてるんで、変わらないところ。ああ、すげえすごいそうなんですよ。安定感というか。現にできることで姿勢になっちゃうんで、それが、はい、押されちゃうんですよ。はい、全体で受けてるなんですね。なるほど。だから押されたやつの動き、はい、肩に力入れてもらっても視点になっちゃうのでこれが押されちゃうんです、はい、力抜いて、はい、心を沈めれば全体でされてるんですね。あ、これが部分ではなくて、部分ではなくて全体でされてるっていう姿勢が、はいはい、僕のアイキックの基本の姿勢です、はい、試合中に山選手はじゃあ例えば相手とこういうふうにキャッチする、はい、どんなことでもそこで意識しちゃうとまた変わってきちゃう。だからそれを刷り込ませるように普段から稽古を練習してって感じですね。なるほど。めちゃくちゃ面白いです。面白いです、ね。はい。めっちゃ面白いです。全然違う。違いますもんね。これを僕生かして戦ったりとか。はい。あと打撃とかもいいですか。はい。ここも結局ここ叩いちゃうとこうどんな強くっても力は貫通しないですね。でも今これって僕の力がここで止まってるんですよ。はい。大事なのはこっち、打ち抜く方が力が伝わるんで、はい、で、向こうも打ち抜くと、これがここに伝わる。背中に抜ける感じで、その感じです。触ります、触ります。の感じで打つ意識を動かしてますね。へ、やっぱり力んじゃうと、はい、力のことで切って滞っちゃうんで、これは止まっちゃうんで、力抜くことで、おぉ見たことある。見たことある。トーモ先生のあれみたいです。トーモ先生に食らったんですけど、同じ背中にこう、ダーンって。まあ、今から手で打ったのは多分全身使いもっと。はい、だからなんかワンインチで。めっちゃ面白い。これだからもう、はい、手首で打つとこうじゃないですか。はい、これ肘使うとこうじゃないですか。はい、でこの肩から使うと、はい、おっ腰から使うと、はい、おおって感じです。すごい、めっちゃ面白いですね。左も、はい、で腰から打てばこうだし、だ抜きなんですよ。重力使ってもいけるし、で結局だと打つのもこっちばっか意識するも、はい、こっちの方から飛ばしてくる方が力の伝わるんです。それは意識ですか。意識ですね。キックの意識。へえ、面白い。でその気っていうものも、はい、意識する、はい、実在するのも見てもらうのが、はい、ただ腕を上げるもんです、はい、力強く曲げれないと思うんですけど、はい、僕あこれ曲げるんで曲げられないでしょ、はい、力抜いてめちゃくちゃ強いですね。はい、本当に。全然ファイター、頑張ります。あの力抜いてもらって、はい、ミットでもいいんで指差しもいいですか。でこの時って、はい、自分の心も体も向こうに同じとこ使ってるんで、はい、この時岡田選手めっちゃ前に出てるんですよ。はい、これは、はい、曲がらないですこれって、はい。曲がらないところに、はい。今一定力入れてないじゃないですか。はい、入れてる。でも前に気が出るんで、はい、気の向きは誰でも強いんですよ。はい、まあ、方向変えないで向きは変えるんですよ。はい、だから腕を下ろしてもらったし、降りない。降りない。気がこっち出っ放しなんで、はい、降りないですよ。へぇー。相手の技って、はい、掴みに来る相手の気を、はい、向きを変えるんじゃないと、方向を変えてから降りるんですよ。
要するにそういう走行でもやれてもわかんないですけど、こう掴んだところのその向きを変えるんじゃなくて、その力を流して投げてる感じですね。掴んでみていいですか？僕ね、はい、両手でいいですか？両手でいい、はい、ここ、これ本来動かす、ここ動かすんですか？はい、で、ここを、はい、やらかおーすごいすごいこういうですか？いいっすか？持ってもらってもこういうですか？で、これ、ぶつかるんですけど、抜くことでこれ伝える、はい、おテイクダウン取られたすごい抜くことですね。すごいっすね。なんかもう全然わかんないです、はい、すごいっていう時代ができる総合なんかいけるかもしれない。いや絶対いきますね。総合合気道かっこよすぎる。いやこれ本当にいけると思う、はい、なんでぜひ。すごい、ただもう自分がぶつけてないんですね。あ、力抜くことで相手の力を吸収していくと。はで受け入れてそのまま流れを変えていく。いや初めて。はい、相手の技はそういうのが技の中に取り組まれてて、はい、これは技じゃないんですけど、ただ使い方の一つで。今は僕のこういう力を山選手は向きを変えたってことですか？まあ、そうですね。こう向き方向を変えてるんですね。ここいいですか？これグッと、はい、これできる？大丈夫だ。これ向きは変えれないんですよ、はい、ぶつかっちゃうんです。それを流してあげる。おお、すげえ。あの史上最強の僕です。すげえ。いやいや本当にすごいです。面白いですよね。僕なんかこういうの見てたんですけど、はい、嘘だろって思ってたんですけど、ここすごいっす。でこれが本当に合気道、うちの心身統一合気道会にしたらみんなこれできるんで、はい、すごいっすよね。あーすごいっすね。目に見えない世界ですけど。いや感じます。ケーラっていうのがあって、はい、で例えば、手を上げてもらっていいですか？はい、はい、で陰脈っていうケーラは恥骨からこの中に流れるんですか？上がってるんですか？ふわっと上げておくと押さえますか？手に近いです。はい、力が入ります。はい、これ逆流させるとこがあって、はい、おお、本当だ。これ上げるとこれが、はい、力入ります、ね、入る、はい、逆流させるとこれが、はい、抜けちゃうんです。止められない。本当に本当に止められないです。バッタバッタ。いや本当にやってみます。構造的にらしいです、はいはい、これ面白いのが、はい、上げますよね、はい、止まってますよね。止まります。いますよ、はい、抜けちゃうんですよ。何ですか？僕はメディア下げたんで。そんな達人すごいっす。いやいやいや、あ、呼吸なんだ。いやでも僕ら相手じゃないけど、ほんと全然違いました、はい、途中からあれみたいな。上げれば入るし、はい、メディア下げればこれ、はい、抜けちゃうし、逆にメディア上げれば入るし、はい、ありがとうございます。すごい、そんなことでいいですか？本当面白いですね。いやめちゃくちゃ面白かった。本当に勉強になりました。本当にありがとうございます。時間もね、あれなので。はい。そんでも、バーしゃべりっぱなし。いやいやいや、めちゃくちゃ勉強になりました。本当に面白かったです。憧れの山選手と YouTube で、こうやって対談させていただいて、いろいろレクチャーさせてもらって、夢のような時期です。いやいや、やりました。もう気がね、気が招いた。はい。いや、本当ですね。超が招いた。これからも有言実行で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい。僕も、師範のように。やめてください。ヤマト流に入門連れてヤマト流いいですということで、はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、これ いきますよ。これ、はい、しっかり言うと動かないですか？でもなぞったけど、おお、すげえ。すげえ。まあ、例えばレスリングの超強豪と、はい、その前も天皇杯優勝してるレスラーとやったんですけど、こんな転がされなかったでしょ。本当ですか？すごい、マジで。気を導くっていう。ぶつけると、自分が筋肉を使うと、相手も筋肉がそのしちゃうんですよ。でも、ほんとこの皮膚のたるみ、ここを使うとこに。おぉ、すげえ。マジすごいよ。